誰に払うねん。おかしいよ。金払えの意味がわからん。金払えってな。誰に払うのかね。ていうか、君らが視聴料払え。君ら視聴料払えよ、いかげん、マジで。マジで、視聴料。50万何 ?50 万って何、どっか出てきた ?50 万。俺の支払いや、それ。お前らが全員払え。全員が俺に50万払え。いや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 、一時期1万5000円ぐらい買ったのに1106枚マックスで出したから1000円で2万近く買ってたのに結局5000円しか買ってなかったわ。あかんない、やっぱりあの欲が出るとダメだね。せめて1万5000円持って帰ればよかった。払ったのかって、払ったのかって、誰に払うの。支払いないわ、ないわ。君らが視聴料払わな支払いできへんやろ。俺はパチスロットしながら待っとんねん。君ら早く払ってよ、マジで。マジで払って、早く払って。この間貸した500万の返済君らは R か、君らは赤心か。今回だけ返せって言うやろ。払って返せって言われたら別に俺は返せへんからそれでいいけど、払ってもないのに返せってよう言えんな。赤心以下やな、君ら。君らは赤心以下や。長瀞カッパ以下やな、お前ら。最低やな。最低より下ってことやな、わかる、ね、支払いしないから全部悪いやろ。さあ、5000円買ったし何食べようかな。っていうか、あの誰やったっけ、火薬だるは配信してるのか。多いな、ここまで。みんな多いで。天王寺ラブホガルの技とか四天王寺ジババ。ナイスを押してくれんねや、ナイスを押してくれんねや。そうか、ありがとうございます。帰ろうかな、事務所行こうかな思ったけど、事務所行ってもすることもないし帰ろうかな。もう家おってもすることないのよね。どうしよう。どうしようかな、何したらいい、何したらいいの、これ。こんな平日のアピールマン何したらいいの。暇すぎてわからんわ。仕事し、俺仕事するわ。あの、ウーバーで働くわ、俺。好きな時働けるらしいから、YouTube で見たけど。なんかチャリンコ漕いでるだけ、チャリンコ漕ぐのが好きな兄ちゃんが、なんか1日、なんか6000、7000稼いとったぞ。え？火薬並みのドンゾーに。火薬はまだ人おるね。しかもまだアイテム飛んでるよ。俺も投げるくらい、俺が投げるくらいやから火薬まだアイテム飛んでるまで。何にも飛ばないから帰るわ。帰ってウーバーの手続きするわ。もう働くわ。お前らと遊んでるぐらい多分働いた方がよっぽどマシ、よっぽど時間を有効利用してるわ。こんなクソ枠開いてね、みたいな一文になれへんよりも働いてる方がよっぽど有効利用だ。まあ、ちなみに Google AdSense からあの入金ありましたけどね、今月もありがとうございます。僕 YouTuber なんで YouTuber の方の収入はあるんですよ。 YouTube の方の収入はあるけど、ふわっちから見た一文もろたことないわ。ふわっちで見た一文もろたことないわ。5000円の倍ぐらいあるわ。5000円で入金されへんやろ、そもそも。YouTube の収入が5000円入ってくるって思ってる時点でもう YouTuber じゃないってもうまるわかるじゃないですか。 YouTube の、振り込みには最低8000円からですから、残念ながらそれ以上あったってことですからね。ありがとうございます。
もう YouTube の方が全然マシ。マジで。YouTube の方が全然マシ。花火をよこせっつってんだよ。花火をよ。君らは。8000円ちょうどで振り込みなんか入るんかな。手数料とかあるから知らんけど。まあ、8000円以上やったらなんか入るらしいけどね。それ手数料引かれてるのかどうか知らんけど。気にもしたことない。帰ろうかな。あれもらいに行こうか。あのしじみ汁もらいに行こうか。しじみ汁。君らと遊んでてもビタ一文、ビタ一文儲かれへんから、君ら相手にしてもビタ一文儲かれへんから、もう君らはもう言うこと聞かないから、君らの言うこと聞いたってビタ一文儲からないから、1円たりとも儲からないから、ちょっと事務所向かおうかなと思ったけどやめて、事務所向かうのやめて家帰るわ。まあ四天王なのか四天王寺学園の制服飲むのか、JK が来るキャバは、君らの花火投げる作業にはもう飽き飽きだよ。もうほんと君たちは口だけをね、匿名で、あの口だけで偉そうにしか言えない人たちに、ね、あの僕はディスられるね、そんな筋合いはございません。なんで南アフリカで正解にあった顔が今すでに太る。そんな2日で太るか。ああ勝ちました勝ちました。今日もね、1000円18ゲームからのペカで始まって、持ちコインでずーっと遊んで、結局6000円回収しようと。マックス2万近く、1106枚出てたのに、2万近く買ってたのに、結局プラス5000円で帰ってくるという、やめ際の下手くそさ。まあ、君らはあの全の丸してプラスあの追加投資してボロ負けして帰ってくるんだろうけど、ああダメだわ。また運転しながら泣き出すから、どういう意味、運転しながら働くの、泣き出すなんで働きや、おっちゃんのために汗水流して、どういう意味、精神病院行こうかな。精神病院行って、障害年金とか、あの生ポンもらおうかな。お前らが税金払わへんから、俺が税金もらおうかな。俺も今まで せえらい税金払ったし、なんだったらお前らの2年分の年収ぐらい税金で払ったし、今年は絶対払わへん。確定申告したけど、赤字決算で出しといたったから。カレー食うとる聞いてへんわ、そのこと。マジで1年半通院したいの。別に1年半ぐらい通院できるでしょ、暇やし、よし。ほんでまたそういうことだけあなたたちを知ってるよね。そういうなんかもう普通の人が普通に生活してたら知らんでいい知識をあなたたちはよく知ってるよね。50万円ぐらいおろす配信しようかな。またどっかのアホがスーツ着て銀行行かない、50万円おろせませんとかわけのわからんこと言いそうやな。1000万おろすのに支店長室に呼ばれるとかわけのわからんこと言うアホもおるからな。アホばっかりやろ、世の中アホばっかりやろ。お前らアホやろ。あ、疑ったらあかんの。お前らアホやな。いや、もう
持ってない持ってない50万持ってない持ってない。自民公明連合大阪推薦 VS 大阪維新の会、もう完全に維新対その他になっとるよな。なんでピエロの過去でそんなモデルが持ってたの、頭おかしいよ。もうめっちゃ怪しないこの柳本めっちゃ怪しない。めっちゃなんかこう選挙のポスターってみんななんかもううさんくさい顔してるような、選挙のポスターって選挙のポスターほどうさんくさい写真世の中に存在しないと思うんだけど、マジで。あったかいわ今日も。なんで子供たちがおるのか、また今春休みやね、春休みキッズたちが湧いとんねんな。地方、まあ、国会はあの身体検査されるからあんまりやけど、地方議会の議員なんて犯罪者ばっかりだから、どいつもこいつも犯罪者ばっかりだから、N 国党のから出馬してる議員みたいな全員元容疑者やな、一度逮捕されたやつばっかりやな、逮捕送検されたやつばっかり。射殺しろよ、まあ、おかげで俺儲かるから別にええねんけど。あ、もうランチ終わってるやん、王将マジか。風切り音でコメント消す名人けど、今 N 国とはそろそろ落ち目。王将でもランチ終わってたっぽい。王将なんてランチメニューでランチ700円くらい価値あれ。バリューランチって言いながら550円するからおかしいやろ。コンビで400円とかおかしいやろ。女子高生、制服姿の女子高生よ。ここの天一の2階のスロット専門店って書いてあるけど、ジャグラー全部死んでんねんけど全部ゼロ回転、怖ない？全部ゼロ回転のジャグラーが一日中置きっぱなしのスロットやって怖くない？俺でもあの店でペカ抜きはせんわ。毎回1000円でペカらしてるけど、あそこではペカ抜きはせんわ。まじで1000円捨てるのももったいない。ちょっと回してみようかなっていう気にもならないわ。焼きぐらい高く
今里の方向かうわ。今里の方向かうわ。ゴミ箱の下飛んでんで、なんか知らんけど。そろそろ現れてもいいんじゃない。最悪どっかで YouTube 動画が当たればそれで、ちょっと NHK の動画が当たりかけたのにまたへこんでるからな。20日ぐらいちょうど日本におれへん間に NHK の動画がなんかしなけどまたバズってて、チャンネル登録者も20人近く増えたのに、もう落ち込んでるから、ね、誰かがまあ俺の動画言うてくれてんやろな、 URL 貼ってくれてんのか知らんけど、うん、もっと頑張って拡散してくれたらいいね。もっと頑張って拡散してくれたらいいね。NHK の動画だけで毎月数千円稼いでくれてんねんから、あれすごい嬉しいわ、うん、だから儲かるっていうのが分かるよ。動画があればそれだけで毎月数千円稼いでくれるから、それが100本あったらね、3000円が100本あったら30万とかな。そう考えると素人動画なんて大したことないのよ。素人動画なんてね、スタートが早いから、スタートが早いから、知らんけど、あの銭湯の前におばあちゃんゴンなんか頼んじゃって怖いんだけど、何なのあいつら。郵便局行って、みずほ銀行行って、はい、公明党ね、公明党よろしくお願いします、ね、公明党よろしくお願いいたします。公明党公認の柳本によろしくお願いいたします。ちなみに私は維新に入れます。感じでしょ、特に大阪は終わってるだろ。もうあの自民もあかん、公明もあかんって言ったら、もう維新しか、もう消去法で維新しかないのよ、うん、別に総選挙になったら自民に入れるけどね、こんな市長選とか、ね、大阪府知事選とかでね言われてたら、みんな維新に入れに来てるだろ。どこ入れるんだよ。維新がいいわけじゃなくて、他が悪すぎて、ね、だから俺を公認しろよ、早く俺を公認したらいい。デリヘル城探そう、マジでデリヘル城、デリヘル配信しよう。そう、面白くない？リアルに俺が、お電話ありがとうございます、ふにゃららガールズですみたいな、ね、ジャグラーガールズです、ご利用ですか、ご指名ございますか、お時間2、30分で到着いたしますのでお待ちください。で、お姉ちゃんもう顔出し配信して、お姉ちゃんがお客さんと会うとこまで全部配信するって面白くない？斬新だろこれ。デリヘルの送迎とか配信したらあかんのかな。自民公明連合大阪推薦の小西忠和、もう怪しいやつしかおれへんやろ、怪しいやつしかいないだろこれ、マジで。そら吉村の方がなんかまともに見えるわ、こんなもん。
金さえあったら立候補したいんだけど、誰か立候補させてよ。お金払うと立候補人士立候補させてよ。うん、安倍の作戦、松井を勝たせる。てめえに会いたいのに。そうなの。風俗はね、届け出したままで、別に店は閉めてはない。広告、宣伝しないだけで。だから、風俗嬢さえいれば、デリヘルで働けへんわ。中学生やったわ。中学生やったわ。びっくりした。デリヘルで働けへんのかけそうなんだけど、中学生やった。閉めたっていうわけではない。届け出は出しっぱなしだから、いつでも女の子が入ってきたら見えちゃうとつけて、すぐに稼働はできるけど、見えちゃってなる女の子が入らん限りただ無駄になるからね。不細工なんかやっとったで、うん、どこも人手不足。あ、そうなんかな、わかんないですけど、所詮可愛いお姉ちゃんがおるかおらんかだけやから、大阪のデリヘルなんて見えちゃってなる子しか無理やから、それ以外のデブスはもうホテル行ってって感じやから、デリヘル無駄だから、しんどいからみたいな。昔のようにお店にお客さんなんていないから、その女の子のパネルを見て呼びたいと思うお客さんしかいないから今、うん、別に女の子一人でもね、すぐお店はできるんですよ、簡単に、うん、もう別にフリーとか指名とかそんな概念をなくして、今呼べばこの子が来ます、ただ指名料込めてこの値段ですっていう、それだけのことだから、うん、店を近くに2000円ぐらい引いといてあげて、そもそも料金高くしといて、もうそれだけで店成りですから、うん、だからレイカとかアズサがおったら、あった時はそれだけでも儲かってたのよ、あのレベルだったら。まあ普通に乃木坂レベルだったから、普通に乃木坂 AKB よりもちょっと可愛いぐらいのレベルだったから、あんなやつがよううちのデリヘルに来たよね、マジで俺何回も言ったもん、大手行けへんの、いや大手は嫌ですって、あそう、まあええねんけど、去年あれだけ景気良かったの、知らんうちに海外さ去年もそんな後半景気良くなかったけど、全然全く景気良くなかったですけど、びっくりした。南アフリカなんてちょっと山の中、まああれ西ケープ州の国立公園かなんか知らんけど、なんかの中入ってたからか知らんけど、歩いてただけで通報されてポジション連れて行かれた時びっくりしたけどねいや山二人で歩いてただけで通報されて警察先生でかれてびっくりしてんけど、何の取り調べこれみたいな。結局何の取り調べかわからん間に、まあ不起訴で帰ってこれたけど、当然ね、何も悪いことしないもん、何にも悪いことしないのに国道からちょっと中に入った道を歩いてただけでポリに連行されたっていう、すごくない？南アフリカはなんていうの、治安が悪いから武装して歩くと逆にこっちが捕まるっていう、わけわからんからね。本当に。三沢銀行行こう。何してもそういう面、まあそれなりのことはしてるんやろうけど、きっと、まあ、詳しくはちょっと言えない。顔が怪しいってどういうこと？色白いのは別にいいだろう。白人なんだから、黄色人種なんだから別に色白くたって別にいいだろう。でも嫁に顔も焼けたって言われたけど、腕はめっちゃ黒なってるけど、腕黒おうと思ったけど顔も焼けてるらしいけど、まあメガネ焼けしとるからな。いやまあでも日本帰ってこれてよかった。ちょっと今月からちょっとバリバリ働いて毎月50万稼がなあかんから、もうどんな手を使ってでも50万稼ぐから毎月。だ稼ぐツールの一つにフワッチも入れるから、うん、フワッチも入れるからな、稼ぐツールの中に。だから通勤とか帰り道とかもずっと配信つけっぱで、うん、もう1円でも風船1個でも多く回収するからな、うん、マジでもう無料のアイテムはもうまあまあええけど、うん、もう風船1個でも多く回収しよう。でも風船1個では金なれへんのか。もう金金金金言いまくったんだ。
せ行こうかな。どこかに勤めながら配信。勤めるのはええよ。単発では働くけど、単発とあとウーバーは働くけど、ウーバー登録したから、ウーバーで登録したから、なんか依頼があったらそこを取りに行って運べばいいんでしょ。レクサスで運んで配信するわ依頼主と送り先だけちょっと隠してそれ運べばいいんでしょ。